配信したけど、多分違うところで。多分遅れて YouTube のあれがなると思うんだけど。ああ、了解。おそらく。あ、できてます。で、さっき言った、はい、URL あるじゃない？はい。あれを、OBS の、OBS の、プラ、ソースのプラスを押して、ソースのプラスを押して、ブラウザソースってあるでしょ？ブラウザソース、はい。これを押して、押して、さっきの URL を貼っつけると、Discord の、はい。あれが出てくる。はい、今、どっちが喋ってるか、みたいな。あ、見た。なるほど。URL を、さっきのやつ。うん。URL のとこに、さっき送ったやつを貼ればいい。あ、温度が出た。すごい。よく見るやつ。これあれですね、チャットボックスの中にコメント反映されない。そしたらチャットボックスダブルクリックして、はい、で現在のソースを読み込むっていうのがあるから、現在のページを制御。さあ、そしたら出てくるかも。もうコメントされてる？されてますね、コメントは。でも出てこない。反映されない？反映されない。なんでだ？また別の、多分、配信のやつになってる。配信自体は始まってんだよね。あ、でも J 君がすごい教えてくれてるって書いてある。あれ、あ、書いてある？はい、書いてます。あ、これ完了すればいいの？あ、じゃあ大丈夫だね。あ、でも空白だな。深さんのチャンネル見てみよう。よいしょい。ライブストリームはオフラインですになってんの？みんなどっから見てんだろう。どっから見てんだ。ああ、違うあれになってんな。やっぱそうですよね。確かにコメント反映されてないね。え、これ今見に来てくれてる人、ツイッターから来れたのかな。あ、ツイッターから来れてないと思う。そうですよね。ちなみにこんばんはって書かれてます。あ、チャットボックスの位置がずれてたのかもしれない。ゲーム画面より下に行っちゃってんのかな。なんか今配信見てたらちっちゃくこんばんはって。めちゃくちゃちっちゃいんかな。これで初挑戦だもんな。いや、そうなんですよね。めちゃくちゃジェイ君が教えてくれてるんです。いやいやいや。マジ助かりました。よいしょ。いやー、カスタムだ。やばいな。てか結果デュエル練習しなかったっすよね。してない。してないのよ。やべえよマジで。実はそれなんですよ。一応さっきうん、しんちゃん友達とひたすら、あ、しんちゃん出てきた、社訓ではやってました。あ、そうなんだ。で、レブの、うん、しゃがみ打ち強いじゃないですか。強いね。あれでストレーフができるようにはクソ練習したけど。やば。ただそれを実践で使えるかどうかはマジでわからん。
ガチやん、ガチ。いや、そりゃね、恥ずかしさんですから。こんばんは、挨拶。あ、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。あ、配信始めちゃってますけど、大丈夫ですか？大丈夫です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。運営サポートさせていただく夏目と申します。お願いいたします。はい、お願いします。ジェームスです。佐口です。お願いします。お願いします。自分は GGC 運営というところから今回運営に入らせていただきます五右衛門です。お願いします。お願いします。ジェームスです。田口です。今回実況解説させていただきます。イラです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。主催の千代礼さんです。お願いします。本日56試合という長い試合になりますが、よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。お願いします。では失礼いたします。ありがとうございます。失礼します。お願いします。ガチやん。こんななんだ。ガチンコやで。ガチンコだ。最初めちゃくちゃ緊張するよな。バカ今心臓ドキドキしたわ。何？やば。おもろ。やば。なんかいつもより手がかじかんでる感じなんだよね。あ、そう、なんか思うように動かん。なでしょ。ふわふわするよな。ふわふわするマジで。マジか。そうなんですよ。これはやばいっすね。あ、やべ。URL 載せてなかった。告知。いやー、あ、もう、あと一人。あ、二人か。え、デュオの動きって、大丈夫ですか？もうマジで落ちないこと。俺が一番苦手なやつだ。だ、出しすぎないで、欲出して、はい、なんだろう、欲出して打ち合いしないことだね。わかりました。もうわかりました。削って、もう自分もちょっと削れたらもうまめに回復してみたいな。はいはいはい、了解です。で、今回強気なメンツめっちゃ多いから。いや、そうっすよね。割れた瞬間に飛び込んでくると思う。いやー、あ、でもグラップルをね、閉じればいいんですもんね、あれで。そう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 。黙れボールで。それが強いですね。デュオはね、むずいんだよね。いや、俺デュオマジで、ずっと通ってこなかったっすもん。あ、そう。怖いから。怖いよな。責任がお互いにあるじゃないですか。3人だったら1人にね、まだ落ちてもまだカバーできるとかあるけど、うん、片方落ちたらもうね。まあ楽しくやるのが一番や。そうっすね。まあまあまあ気楽に。あ、しんちゃんがファイトゥーだって、ありがとう。俺はプロじゃないからさ。そうですね。いや、そうだそうだ。いや、リュウくん強いのよな、マジで。いや、リュウはね、デュオマジでやばいから。もうマジでやばい、あいつ。やだ。いや、多分今日も普通に3000ダメとか出すと思うよ。気持ち悪い、やば。俺の知ってる人で言ったら、はい、デップさんはやばいじゃない。デップさん、そうですね。青葉くんもやばい。はいはいはい。銀仮面さんもやばい。デスティアさんもやばい。デスティアさんは知った。いや、もうやばい人もみんなやばい。マジで。あ、青葉さんや。こんばんは。お願いします。お願いします。くぅ。緊張するな。やばい。やお、まあ、とりあえず樋口優太をぶっ潰そう。そうっすね。優太くんはもうとりあえず後で煽れるように。今日カジュアルで6回ぐらいマッチングしてさ、優太くんと。そう。一生ユータのことを追い回してたわ。そうなんだよ、プレマスと元プロばっかなんだよね。はい、そうなんですか。そうなんだよ、今回やば、やばすぎ。しんちゃんもチーム14が狙い目やで言うてる。ユータが一緒にやってる人って誰なんだろう。VTuber さんじゃないですか、多分。エリアちゃんって言ってました、ね、初耳。あ、ワールズエッジなんだ。
ワールズエッジ最近やってない。まあ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 。なんとかなるか。いけるでしょ。とりあえず10位以内目指そう。そうですね。うん。これ、カービンショットガンの方がいいですかね、やっぱり。安定的に。あ、全然、あれも、長物持っていいよ。で、詰めんのは俺がやるとかでもいいし。なるほど。どうしようかな。ドア閉めてくるわ。いってらっしゃいまし。こんばんは、どうも。やばいって。そう、今日初カスタムなんですよ。よいしょ。くぅ、しびれる。頑張りましょう。論文何持とうかな。お、始まるよ。はい、これ 5,6 戦あるもんね。 5,6 戦一回試しにボセック持ってもいいですか。あ、全然全然。よし、ボセックとカービンで行こう。ふぅ、やばいな。なんかさ、もとうとうデビューだね。そうですね。てかなんか寒いもん。寒くないのになんか寒さ感じるよな。ちょ上着着よう。めっちゃわかるんだよな、その気持ち。やばいやばい。やばいわ、ついにカスタムデビューだ。ちょっとでもなんかいい成績、キャラピット間違えないようにね。はい、了解です。いい成績残して帰んないと。頑張ろう、爪痕残そう。お願いします。俺練習カスタムとかではさ、はいはい、チャンピオンになったりさ、めっちゃダメ出したりめっちゃキルしたりするんだけどさ、はい、本番マジマジで刺さんないのよ。だ、練習の時はみんなあれなんですかね、あの何、そう、キルムーブで、キルムーブ、うん、そうそう、おりゃーだから。でも本番になるとね、みんな慎重になりますもん。そうそうそう。今日のカスタムはパスファインダーとレブナントの縛りなんです。そうなんですよ。もうレブなんか使ったことねえよ。マジで。俺がレブでも良かったんだけど。いや、パスも使ったことないですよ。もうどっちも無理。今回のチャンピオンを紹介します。よし、よし、よし。よだめやばいやん。よし。じゃあ、とりあえず、ちゃんと。オッケー。貴様の船も邪魔をするな。あ、何か言うところ。ジャンプマスターは僕だ。緊張はしないよ。だからどこ降りようかね。いや、プレデター起動る。ちょっと待って、もうさあ行こう。よし、楽しい。こっちへ行こう。手汗がすごい重い。とりあえずフリースタートだね。オッケーです。近くでカウントダウン1のカウントダウンが多分アーマー強いから、はい、秒で押してくるかもしれない。こっちを探索しよう。ランスラも降りてましたね。オッケー。やっ、はい、初手から落っこちました。どうぞ。マップを確認して。マップを見て。リングは遠いよ。マップ見たら落としたん。え、カスタムってそんなにトップを詰めてくるもんでしたっけ。え、デュオはそうだね。やべえよー、俺そんなの見たことないよ、マジか。デュオはマジでバチバチやってくるかもしんない。いいえ。まあまあまあ楽しく。深さんも台上がれたし。そうですね、おかげさまで。いけるいける。一応オッケー。あ、カービンあった、でかい。それはでかくないんですか。
俺もカービン持つわ。持ってるから大丈夫。ショットガンがあれば。あ、2個持ってきてる。これは使える。とりあえず俺エヴァ持ったわ。はーい、ボセック買ったよ。そこにボセックを発見。欲しい。私によこせ。もう明日本番だって昨日めちゃくちゃ APEX の YouTube 漁りましたもん。キャラコンの動画とかめちゃめちゃラグいんだけど。いやラグいっすよね。うん、カクカクしますよ。開かない。そう開かない。金ハボあるよ。ハボックを発見。え俺エネアも被るから金ハボにします。オッケー。じゃあライト落とします。ライトハボを発見。え、めちゃめちゃラグくない？ラグいです。ちょこちょこ。でも、今は大丈夫です。たまーに、パクパク。ピンとかが全部遅れんだけど。まあ、でも俺大丈夫。ピンってなる。もう拾えてない、ヘルメット。マジ？サプライボックスもすぐあかん。ピン高いですか？ 740。はい？マジ？うん、やばいわ。俺今30ぐらいです、マックス。あ、落ち着いた、落ち着いた。あ、待って待って。マスティフショットガンを発見。アーマーが弱え。ショットガンボルトを発見。レベル3だ。ニオカ、ファーストキルだ。じゃあ金ヘル渡すね。はい。あ、ジェイ君。進化シールドを発見。最高。レベル4だ。出ましたよ。一応ウルト溜まってます。レブラから肉持っといた方がいいな。なるほどね。マップを見て、リングが縮んでる。わあ、うえ。早速だな。理由は。シールドリチャージ進行中。怖えよ。ドームラリュウがキルしてましたよ。やばかったな今。シールドリチャージ中。なんであんなとこにいんだろうな。一人降りてたんですよね、ここ。こっちで狩りをし、めちゃめちゃ過疎地だけどね。あっちにケアパッケージだ。ランスラも降りてたしな。中継の方向かおうか。はい。ナイトルーでかすぎー。ルーを予測は持った方がいい。予測持ちます。ハボックミスコの方がいいのかな。1にしよう。やっぱセル全然ねえよ。俺も5だな。どっかで拾えたらいい。なんかカスタムのイメージ、物資本当に足りずに全部最終まで行くイメージあるんですよ。そうなんだよね。ですよね。だから個人的には戦う方が強いと思ってる。で、狩られる。みんなこもるのよね、本番になると。なるほどね。あ、やってる。やり合ってね。グラップルを使うよ。出た、そのジップ。ら後ろ気をつけながらじゃない。敵を発見。近いっす。うん、ちょっと後ろケアしとこう。一旦せんのでいいや俺ら。はい。デブの音ここまで聞こえるから俺ら。そっち側の線路見といてもらっていい？了解です。多分こっち来ると思うから。後ろのやつですか？うん、移動しちゃおうか。はい。
まだやってる。やってるね。減らねえな。減らないね。ランクやってるともうちょい減り早いんだけど。あとで。一応後ろで。オッケー。中継側から来るかも。この辺空いてないわ。あ、まだエリアがいるね。リングのカウントダウンが始動。あっちに標的だ。逆に。レプリケーターを移送中。これアンチカットするか。オッケーです。レプリケーターが落ちてくる。ここにいるから。伝えておいた。真ん中。あっちに。ここで待ってよ。こっちだ。早く。さんやられてる。標的を発見。レスティア君にやられてんの。クラフトしてんだ。そう、なんだあのアンチガイムーブ。すごいっすね。もう一分。あ、ジップで。ああ、あっちから行く。フリー側。フリーからだね。フリーからもあるね。オケで。減らないね。敵がいる。お前はまだ役に立つかもしれん。線路上取るか。リングは近い。まだ1分ある。もうジャングルジムみたいになるやろこれ。ジップでね。やばいって。ああ。残り45秒。リングは近い。まあいる、まあいる。了解。一人割り。パスやり。ナイス。詰めよう。はい。ずっと耐えていいよ。ずっと耐えていいですか。めっちゃあろう。めっちゃあろう。めっちゃあろう。ナイス。最後の舞台をしとる。死んでいた方がいい。ナイス。ホセック刺さった。ねえ。よかった。エリア外からワンチャン来るかもしれないからさっきのやつ。ああ、はいはい。ナイス。うぃー。パサッと、パサッと。進化シールドを発見。バッテ3本。シールドバッテを発見。オッケー。ショットガンボルトを発見。レベル3だ。こっちにデスボックス。どこ入ります？線路上？これ線路の上でいいよ。はい。ケアパッケージ交換。後ろで起こしたいな。了解。基地と出るか京都出るか。カットしよう。シールドバッテリーは。はい、持ってた。持ってた。あっちでデスト開いたわ。わーしょい。了解。左から来るから。おい。
あ、飛んでます。向こうに肉体がいる。あれか。こっちにいいものがあるのかも。レプリケーターが落ちてくる。ささ、これ登れるもんね。登ります。ここにデスト耐えていいよ。おーい、行っちゃおう。中から行くの俺。はーい。ここにいますよ。こっちで誰かを見たぞ。ダブル。セーブ60。セーブあり。うわ、壊された後ろで。マジか。下がっていいよ。下降りちゃってよ、下降りていいよ。気をつけて。リングは近いぞ。それにまだ1分。で、散るはずだから、はい、ぶつかってくれたら真上にいる。リングは近い。残り45秒。いやー、きっつい、ね。一応そこにいていいよ。はい。足音減ったら、いや、真上にも、ここにも、こっちにも、オッケーオッケー。ごめんごめん。もう、仕分けない、逆に、あ、やべ。いや、クロスの、クロスの組み方、うますぎー。うまい。ないまい、ないまい。くそ。青葉くんだ。いや降りてくるタイミング同時だった。場所分かってたんだろうな。そうですね、すごいな。ナイファイ、ナイファイ、ナイファイ。まあ、ケルポに入りましたから。おいしい。え、レブのウルトが早かったんか。アルティメット送信台を、はい、壊されたのどっちだろう。いや、壊されたと思いますよ。壊されてるよね、多分ね。俺、体力まだ体力出ない。デスプロのあのゲージ全然まだだったんで。なるほどね。多分まだベッチが壊したんだ多分。むずいね、置く場所。置く場所ね。こっちへ行こう。いや、強気にピークしたら急に溶けたからさ。あやらかしたな。もうちょい削ってくれたら逆に帰れてますよ。そうやね。楽しいな。いや、楽しいですね。ナイスよ。まあ、キル取ったし、しーちゃん。そうね。おい、そんなとこに立てない。ここはちょっとエグいかもな。おお、おお、刺しかった。おい、もう一発。やば。ところは強レーサーのチームですね。さあ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 、チーム主催。主催か。まだ11部隊残ってる。残るな、やっぱり。チャージ戦術でいいね。ユータたちは生きてんのかな。どうなんですかね。見てない。ああ、リュウ君。これ中リュウか。そうですね。うわ、刺さる。あ、やばい。うおぉ、えげつねえ、マジで。妖怪大戦争やもん。黒い塊どことマジで。あ、クリちゃんだ。手頑張れ、ありがとう。
ゆうたくんキルされたような気もするって。あ、ほんと？はい。デップさんのな、デップさんのこのセンチよ。おかしいんだよな、この人の当てかん。うん。マジでやばいよ。アイアンで長距離普通に当てるからな。やば。何がね。酢酸カノンちゃんとなんだ、デップさん。そうですね。酢酸カノンと申します。いやマジキャラすごいよな。てーてーてあ、でももう6まで減ってんだ。うん、一気に減ったね。1109だね。ゆうたさんは落ちてらっしゃいますだって。あ、そうなんだ。いや、ようボセック当てたなあれ。いや、もう偏差をめちゃくちゃ練習してたんで、長物ですごいな。で、中遠距離はボセックの矢がでかくなるっていう裏アップでも入ってたらしくて、結構前に。何のスキャンしてんの、何のスキャン。あ、乗るの。うわぁ、エッチ怖いわ。屋上にいいんじゃないの。なるほど。ただいや、外側にいる人たちきついな、これ。おもろいな。センチネル見たいな、でも。インカメン探した。リングのカウントダウンが始動。銀仮面くんが。おわ。リフエキチーム。ボセック。おい。今わざと使い切ったのに。なるほどね。真上いるよ。いますね。ボセック。樋口さんたちほぼ初動で落ちてましたね。マジもうそんだけで煽れるやん俺。あ、初動落ちの樋口さんですか。あとで使おう。いや、上の上これって VC 移動っていいんだっけ。 VC 移動どうで見てもこれいいんじゃないですか。あとでいいや。特に書いてないです。そこでデストやばいけどな。戻ったら死にますよね、あれ。うん。これわざと待ってる。おーえ。美味しい。これ多分しやばいと思うけど、アンチで死にそうな気がする。こっち行こう。
入って上野で、あ、壊れてる。やばおー、さっきだ。ジェイ君のスパイトありがとう。星沢のさっきだ。さっき。サンキューサンキュー。天狗っす。サクサンカノンと申します。シャキン。この忍者スキンかっこいいよな。かっこいいっすね。この時っすよね、あのスパレジ出たの。そうそうそう、うん、脅威のバグ持ちっていう。脅威のバグ持ち。そう。え、あの鎌が鎌を出すので、うん、なんか武器が出るの遅くなっちゃう。やっぱ絶対いらねえわ。あ、樋口優太19位。あ、そこ見れるのか。うん、まあ今のでほぐれたっしょ。そうですね、いけるいける。よし、はい、ゆうたくんより上っていうのでだいぶほぐれました。いや、いつかマジで役者カスタム開きたいんだよな。やりたいっすね。でも本当開ける人数いるんじゃないですか。いや、いるよね、あそこ、うん、全然じゃなくてもなんか芸能人最強決定戦とか。いいっすね。脅威の90ダメージ、本当に。本当。いいよ。今しんちゃんが煽りのストックいっぱい用意しないと。脅威の90ダメージね。役者カスタム人数は揃えられそう。あのね、役者のディスコードがあってね、そこはもう何人いんだろう。あれもう60はいるもん、ね、いると思いますよ多分。だからやれるっちゃやれるんだよ。うん、それこそね、この定点みたいにデュオカスタムみたいなでもいいし。そうですね、デュオだったら4、うん、違うわ、ん40人いれば40ですよね、全然いける。次の試合何分からなんだろう。35 2試合21 35。お、早いね、いいね、この速さいいな。次どこですかね。またワールズイッチか。多分そうじゃない。ずっとこれワールズイッチ。いや、変わると思うけどな。ですよね。マジストームポイントとか来たら俺死ぬんですけど。ストポはちょっとやだな。俺やりたくないな。そうですよね。あれは傾斜の一番上取った人勝ち。間違いない。うん。あ、僕のファンの方も視聴者カスタムいつかやってほしいです。ああ、うん。視聴者カスタムね。視聴者カスタムじゃない、間違えた。役者カスタム。役者カスタム。どこかに依頼できたらいいです。いや、そうなんだよな。なるほどね。俺だけ主催ではちょっとできないから、さすがに。うんうん。で、今回のイラさんとかそういうオブザーバーにいる方々的なことです、ね、うん。そうそうそう、協力元がいてみたいな。うんうんうん、視聴者カスタムあったら俺もうマジでキルムーブするわ。いや、わかんない。うら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 っつって。だから
ガチモサが紛れ込んでるかもしれないです。電子あー、可能性ある。あ、全試合エッジだって。お、なるほど。初動りがいなかったからな。初動で即折りしてもいけそうな気がするんだよな。本当に？うん、知らんけど。いやもうジェイ君のその感じが一番怖いのよマジで。基本強気だからさ。そうですね、もう真逆だからな。え、大丈夫ですかってなるから俺。イケイケムーブだから。レブってむずいな、やっぱり。特徴高い壁登るとしゃがみ早いぐらいじゃないですか、うん、なんか使って。あれ落とすんの、しゃがみで歩きで。落としますね。あ、するんだ確か。あ、割と静かなとかかな。お、お、すごい。さっき設定したジェイクに教えてもらったサブスクライブが、あ、J さんのところから来てみました。こんばんは、ありがとうございます。すごいすごい。こうやって出るんですね。おもろ。そうそうそう。かわいいっしょ。かわいいっすわ。音と一緒に。しんちゃんが初通りしか勝たんて。いきますか、初通り。始まりました。いますか。さあ、2試合目、始まりました。よしよしよし。確かに長物で落とし切ってから行くっていうのもありだな。ジェイ君も普段持つとき持ちますもんね。長物持つ持つ。結構好きだから、なんなら。片方落として詰めてみたいな。うん。カスタムはドームラリューキラーだからさ。なんか毎回そこ争ってる気するもん。前もそうですよね。そうだよ。VC でもずーっと。もうえって、キショイってジェームス。言ってるわ。なんなお前、マジで。どうせ対面で語れへんからな。漁夫しか来やんもんな、男ちゃうわ。つくそーってくるじゃん。こんばんは、頑張ってください。ありがとうございます。いや、勝ちたいね。そうですね。さっき10位以内入ってなかったんで、次こそは。ね。うん。キル89って可愛いな。使ってないの、モロバレ。あ、でも47いますよ。出ないやつ。あ、本当だ。47おった。ここの初動は無理だわ。そうっすね、火力は。マジで強気やな。プレー出た。2%降りてる。あ、何が言うところ。これが終わったら一緒に遊びに行こう。プレー出たけど、裏グッズ。でも結構序盤におりましたね、みんなね。え、呼吸器系、こっちにいいものがあるかも。スカーフ伸ばしてきてますね。ワンパ、いや、ニパかな。右はいないね。右いないですね。左出ますね。ニパ試練と、ふぅ、センチネルを発見。おセンチありますね。まずラストショットガンを発見。あ、48あります。スコープを発見。うわー、そっちの迷うな。マスティフもあるんでしょ。はい、まあどっちもいけちゃいますね、正直。あ、しかもジェック、これもある。ホップアップを発見。テンポ持つか。おセンチ。ちょっと1試合ぐらいはなんかそういうムーブしてもいいね。うん、ちょっとやってみよう。いろいろ遊んで試してみよう。そうです。拡張ヘビーマガジンをレベル2だ。
をしよう。あーまあまあな。チェックアッパー。飛んで持ってバックが。いや、半歩も強そうなんだよな。確かに。あ、俺も、オセック、マスティフにしよう。半歩で返せるからね。そっか、生身っすもんね、あれ。そう。なるほど。バックがね。24だったら24欲しい。やばい。インテル、バッグ。多分敵、左回りですよね。そうだと思う。なるべく。試練組がどっから来るかだな。なるほど。医療キットを発見。オッケー。これは使える。リング閉鎖まで残り1分、時間はある。あー迷え。そうですね。あー今ここにも敵を確認。向こうだ。グラップルを使用。よかった、リングは近い。残り1分を切った。なんもねーなー。拡張ライトマガジンを発見。レベル2だ。リングは近い。残り3カラビンカードしよう。いや俺カラビンしてた方がいいな。カラビンしよう。もしかしたら駅ら辺までいるかも。了解です。残り10秒。リングはあと少しだ。真ん中空いてないんだよな。警告、リング閉鎖中。ジップライン設置したよ。我々はまだ外にいるが、リングが閉じる。見ろ、アルティメットが使えるぞ。一応。弾弱すぎ。いや、マジでアーマーがやばい。やばいっす。これテスト耐えたね。どこに向けてた？わ。こっちを。あっちに標的がいる。俺らいると思って見てる。あっちに敵だ。放置でいいかな、あれ。ケアパッケージ交換。多分こっちまで来ないでしょ。あ、戻ってた。あ、切れた。一人今ここ。あ、戻ってた。本当に敵を確認。あ、さらに奥来てますね、これ。いいね。なんだこれ。ここにさ、アワーもあるから、はい、ここまで風拾っちゃい。ここいるわ。次の獲物を見つけた。見とく。ここに。よいしょ。撃を開始する。ウィー。二人当ててる。ナイス。あ、お、あ、アーマー。ミスった。こっちへ行こう。おい。デブナント配信で見るのほぼ初見かもしれない。みんな使わないですもんね、デブナントなんか多分。いや使わんねえ。昔でもなんか強かったっすよね、一時期。強かったし。あー、まだいる。向こうに皮付きがいるぞ。あれねえ、うん、紫と金なんすわ。ちょっと僕たちの力じゃ倒せ、今の僕たちじゃかなわんな。白と青が直撃だ。ナイス。進化報告、ファーストキル発生。ようか、ファーストキル。ファーストシールドリチャージ進行中。いや、いっぱいあるな。こんだけあればいいか。後ろ。いや、来てんな、後ろ。途中だ。こっちで誰かを見たぞ。いた。あそこに敵がいる。敵に撃たれてる。中入っ
ていいよ。よかった。パスだった。オッケー。ね、はーい。出るだけの人がいます。報告、チャンピオンが撃破されました。チャンピオンが倒された。シールドをリチャージ中。進化シールドを発見したよ。かっこいい。レベル2だ。いるわ。了解。敵を確認。テストあります。レベル72。押してくるかも。パサパサ。下がろ下がろ。めっちゃわ。いやーごめん。いやー。ベッチも来ちゃったー。後ろから。タイミング。さっきのやつだ。いやいやむずいなこれ。これ半歩持った方がいい説あります？やっぱまああるんだったらありなのかな。いやむずいなちょっと返してももういろんなとこから来るから、いや分からん。うっそー、めっちゃ悔しい。前の人たちだけだったらワンチャンいけてたのにな今。悔しいな、うん、悔しいね。えしかもこれかさっき J 君が言ってた。そうそうそう。いやーあんま強いのだ勝てねえわ。やべ、ユータたちに煽られる。え、まだ残ってますかね。あ、残ってるわ。全然18部隊か。そう、考えよう。でも今スカフだったらここしか移動する道なかったっすもん、うん、次のやつ。いやそう、後ろのやつがまさかこっち来ると思わなかったな。こっち普通にランスラの方向かうかな。ねえすごい粘着だったな。まああんま強いからな。確かに。くそー。あ、でもデュオはデュオで俺ちゃんとやったの初めてかもし初めてなんですけど、好きかもしれないです。デュオ楽しいよね。うん、面白い。タイミングで詰めてどのタイミングで下がるべきかが全くわからん、はい、レベルだと。そうですね。シールドがいる。理想はデストーテム焚かれて全部返して、その後デストーテムでカウンターかな、はい、そうですよね。追い込むかな。
そこは核入れたのか。そうですね、片方死んでるんで。ジャパン君が3キル。楽しい。難しい。難しいな。不要だからっていうのもあるけど、パスとレブしかいないっていうのもなんか、いや、そう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 、ね、新鮮。あ、ゆうた樋口くん来ましたね。覚えました、うん、終わりました。あ、みなさんこんばんは。っていうか、皆さんこんばんは。言うの忘れてた。あ、そうだ、皆さんこんばんは。見てても面白い。あ、それは良かった。武士よ。デブも使いたくなってきたな。注射器を。おもろそう。使います？これ多分。いや、多分これ入れ替え禁止じゃないかな。あ、そっか。そうだ、最初紹介の時デブなんとパスって出てましたね、名前のところ。そう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 。よかった。マジ多分俺グラップルなんか使って、できるところスコできます。マジで使えない。うわ、これ地獄だな。うん、やばいですね。ジップでなんとかいければ。あ、上が絡まれてる。あ、上はでかい。うー、めっちゃ見てる。俺地獄だな。あと10秒。アピールしてる。どうすんだ。やば。いやー、いや地獄。あー、これは死んだ。肉ないのかな、かもしれないですね。やば。砂漠の。あれでもこれ。これ死ぬくね？パス。パス落ちるの。うん、ですよね。リング4だからな。痛いですね。殴れれないと。おやい、起こしちゃってもいいと思うけどな。あー、死んだ。上来ちゃったね。リボ多いな。スカイムか。スカイムくんも出てんの。そういえば言ってたわ。タイムも出てんのかよ。ガチモサバックです。ガチモサよ。全員プレイやん。そういえば俺らユータ君誰と組んだの？ねえ、確かにアンドレイで。こっちにいいものがあるのかも。初めて見たな。エルワンドレイド。あっちに敵が。おお。こっちへ行こう。ジャングルジムやん。えぐいえぐい。やっ
やー、よし、当てるね当てかえぐい。2時3時の L さんと出てます。ああ、そうなんだ。2時3時なんだ。アリーナマスター。えアリーナマスターえぐー。これスカイムチーム有利だな。うーん、アニチもいい感じです。これってレブナントとパスファインダーの指定キャラでの試合なんですか？そうです。片方がレブで片方がパス、固定で。こっち行くんだ。組み合わせとしては良くもないしな。そうですね。多分あれですよね、なんか考え方的にはなんだっけ、黙れ黙れパスのジップ閉じるみたいなことですよね。いや、そうだね、多分それがうまく使えたらマジいいんだけど。敵発見。あそこに誰かいる。やってってる。2倍いるのか。でもあれだね、多分ウルトで詰めるときはフォーカス合わせた方がいいのかもね。レイフィアのとか。なるほどね。うん、片方落とし切る勢い。そう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 、確かに。このオーパス誰だろう。あ、ユウくんだ。ユウじゃない。落ちた。でも勝手感えぐいな、ユウ。ユウマジで強いんだよ。パッドでしたっけ、ユウくん。パッドじゃない、今。いやマジでパッド並みのね、エイム。いや、ですよね。ユウくんとかさっきの崩れ方がえぐい。めっちゃ煽ってる。この一人のとこ誰なんだろう。カビングマン再発してほしいな。どう使うかだよな。いや、そうっすね。あー、リスポンビーコン持ってる。カビングマンにジャンプしてる。タイム。えぐすぎ。ぜー。いやー、あ、でも楽しいんだこれが。そうっすね。やられても悔しくて楽しいんだ。腹立つ、新しい妹だ。腹立つな。特大の煽りの妹。
ばい、いやマジで。いや10分とかからかなになりそうっすね。一瞬トイレ行ってこようかな。いやしょい、まあダメ出しとる。いやむずいね皆さん。いいよ。でレープパスっていうのがむずいわ。5分だ。めちゃくちゃいいペースだな。難しい縛りなんですね。いやーマジで難しい。やっぱ友達できるっていうのがいいよね。役者仲間とゆるりゆるりと。よし、戻りました。はい。5分からだって。5分。あ、もう。うん、もう4分。レヴナントのアビリティって何でしたっけ？どっちだろう。ボールの方かな。ボールじゃない。ボールは当てたらスキルを使えなくするやつですね。だからパスだったらグラップルが使えなくなったりとか。そう。ウルトもたけないですよね、確か。ウルトもたけない。ですよね。あ、ちょっと戦績見たいんだけど。うん。このバー、3位の上の方。やばいよね。完全ダメ。えぐいな。夏海もくん、いや、名前はみ出てるよ。キルにかぶってる。2040。あ、でもゆうたくんに僕たちダメージは勝ってます。よかったよかった。でもキルポ一緒だ。あ、本当だ。まずい、並んでまう。おかえりなさい、ただいま。どうも。17入れる？あー、失礼しました。やべ、領土拡大しないと。領土？うん、領土三国志。いや、わからん。で、早く魔法役やりて。いや、そうっすね。でも、もう、あと1ヶ月もうちょっとだね。くらいですよね。みんな元気にしてるかな。マジで魔法役仲良しだからな。いや、本当にね。あれですよね、新しいキャストの伊沢あ、ゆうきゆうきさん、もうなんだっけ、この間ツイッターで見たんですけど、うん、テニス新手に出てた時すごい陽キャだなっていうツイートをされてたんで。いや陽キャだよ、ほんとすぐ仲良くなれそうだなって。いや本当に俺みたいなやつ。俺の、はい、めちゃめちゃ超誰でもフレンドリーみたいな。ああいいですね。おいくつぐらいですか？いくつだろう、俺の3個下とかだった気がするけどな。なるほど。おそらく楽しみだ。
誰か連絡取ったりしてます？あ、一昨日やったちゃんと。おお。スノボ行きたいっつって話した。いいですね。スノボ。本番やね。できた。やたちゃんも仕事か。魔法ステ申し込みしました。お、ありがとうございます。ナイス申し込み。いや、魔法ステ今回、地方ありますからね。なんて。そうなんです。超激アツよな。いや、マジ、超激アツ。その時にはね、少しはコロナ落ち着いてるといいんですけどね。いや、本当に。うん。なんかせっかく地方だから、そんなにご当地のご飯とか食べたいし。だからなんかさっきエルデンリングの話出てましたね。うん。いや、本当に。あれなんか、配信ができる、できないやつでしょ。そう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 。スパチャとか切ればっていう話なんですかね。いや、なんかよくわかんないんだよね。でスパチャって切れんのかな。どうなんだ、切り方がわかんないんだよね。なるほど。よし、勝つぞ。これで3試合目か。3試合目。おいっす。頑張っとー、頑張っとー。もうでももう序盤にしては気負ってないっすよ。もう大丈夫？もう大丈夫、落ち着いた。一番最初のガクブル感やばいよね。やばいっすね。でも挨拶された時なんかもうだからマジでシージのノックアウト方式みたいな大会だと、はいはいはい、ほんと地獄。1試合目でトーナメント決まるからさ。そういうことか。そう、落ち着いてきたってならんのよ。いや無理、勝たなきゃ落ち着けないのよやだな、そんなずっと緊張してんの。脳天から腹まで。試合に頑張ってください。ありがとうございます。そろそろ見せるか、役者の底力。そうですね、役者だけチームはここだけっすもんね、多分。そうだね、役者だけなのは。やったろ。今回のチャンピオンを紹介します。クイーム。なるほどね。あぶねえ、めっちゃ即折りしたかった。あ、何か言うところ？そろそろチャンピオン見たいな。次取れるんじゃないですか、チャンピオン。やっちゃうんじゃないですか？うん、と取れますよ。私たち。君は人間なら息を止めることをおすすめするよ。ちなみにしんちゃん言ってんの。隣にプレデター？おっと？ほんまや。どこまで飛ばすんだこの人たち。多分一緒だと思う。いやーマジー、なんぼのもんじゃい。オッケー、戦っていかないと。そうですね、これで勝ったらもうそれは儲けもんですから。そうそうそう、右漁っていいよ、俺左漁ってくる。行ってきます。オセックがあれば勝てる。おい、うん、カービン来た、これ。オッケー。いい。あ、ボセックもあった。器用だとアサリが早いから。はいはい。もしかしたらすぐかもしれない。了解。
戦えます。オッケー。どこに行きましたか。こっち。標的を発見。拡張ヘビーマガジンを発見。また甘弱えな俺ら。恵まれないな。青すら落ちてないっす。マジで。いやマジで。いやあ待って。あ違うバッテだ。クソ。あったわ。シンクシールドを。いいよ来て。マスティフショットガンを。あだけ。マスティフ。シールドバッテリー。アルティメット促進剤を発見。どうも勝るか。残り1分。了解。時間はある。ジップラインで飛ぶ準備はいい？僕はオーケーだ。リングは近い。残り1分を切った。多分どうも見ないと思うけどな。あ、いってないです。グラップルを使うよ。マドリングに入るのに残り30秒だ。あ、お、あ、もあります。進化シールドを発見。レベル2だ。バックもある。バックバックを発見。あ、あった。レベル2だ。リングの中に入らなければ私の手で仕留める。拡張エネルギーマガジンを見つけた。レベル3だ。見た。リングが何か必要なものあります。あ、うん、カービンあったら欲しいな。了解です。と雷角と雷ショットボルレベ3があったら。ショットボルレベ3。バックバックを発見。レベル2だ。報告、ファーストキル発生。敵がファーストキルをゲット。クラフトしてる時間ありますか。あ、いけんじゃないかな。近距離用だ。3倍だけ作りたい。僕の大好物だ。なんでクラフト中だ。うん、今まで作り込まれてない。はい。オッケー。発射場開いてるよね。開いてるわ。開いてます。スコープを発見。中距離用だ。矢がもうワンスタックあれば欲しいかなって感じ。何が？いや、ハロー。オッケー。あっちに敵がいる。あれ撃とう、あれ撃とう。はい。54入りますか。紫ジップライン射出完了。登れなかった。まだ中にいるわ。了解。ダブルスクール。これ誰の。これ俺です。中にいる。あっちに敵がいる。ただ裏も気をつけないと。やばいなあれ。シールドリチャージ進行中。一回中戻ろう。はい。ポジション変えよう。
どこから撃たれた？向こうに敵がいる。あっちに敵がいる。これは多分ファイトになると思う。了解。撃たれている。シールドが残りわずか。リチャージ。いや、あの頭出しマジやばい。いや、本当に薄すぎ。あ、レベル固まりますね。ちょっと待って。フェニックスキットを使うよ。シールドリチャージ中。ラウンド2。リングのカウントダウン。バグソンを取る。バグソンを取る。返した。巻いたら行こう。巻いていきます。はい。故障箇所を修理。いただきます。うん、あ、待って、あと2秒。いやいや、はい、行くわ。はい、パス67。リロード中だ。敵に撃たれてる。取り割った。トーテムに戻ってきたよ。タイミング死んだ方がいいわ。ナイス。リロード中だ。私の盾となれ。回復中だ。フラグを投げる。攻撃を食らってる。いや、頭。一人割りかけ60。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキル。160無理せずでや、オッケー。レベル60。ヤツら死にたいのか。さっき出ばった。引っ込まれる。あそこ今この辺。あそこに誰かいる。割ってる。54。リロード、攻撃を食らってる。パス？パス54入ってます。生。シールドリチャージ中。押し起きる。ここでアイテムを操作。グレネードだ。下行きます。降りよう。うん。はい。シールドリチャージ進行中。いや、行っちゃって。はい。ダブらせてやろう。シールドリチャージ中。持ってったわ。了解。攻撃。敵のシールド。まずい。一人やった。ナイス。敵がダウン。パスをシールドリチャージ中。割れてかけですね、こいつ。パス。あー、ごめん。敵のシールドを渡る。いや、待って。きっちこれ。ナイス。一人を見送った。はーい。あー、シールドが残りわずか。リチャージする。いや、やってる。やれる前、前前。リングの中だ。やば。逃げた、逃げた、逃げた。左来るから。うん、いや、逃げちゃった。シールドをリチャージしろ。はい。普通側に行けないですか。狙いに行ってもいいけど、行くんだったらパッて行かないと無理かもしれないです。こっち戻れか。あ、拾ったんだ、パスは。なるほど。いや、無理だね。あ、空間めっちゃいいな、お前。やば。時間エグいな、お前。マジ、ボセックは清めてる。いやー、いやー、頑張れ頑張れ。辛いねー。出してくれるかなー。ボ
セクター、いやーこれ裏、あーラウンド3リングのカウントダウンが始動、移動させて、いるし、あいるな、やば、いやだよね、いやどうもどうも、ソーリー、熱い戦いだったね、君もそう思うだろ、ナイファイナイファイ、くそー標的を確認、やっぱ長引くと後ろ来ちゃうな、リオは、そうですね、結構なび長引いたもんな、今ナイスナイス、ナイファイ、あ、これのアカーマーが、せっかく育ったアカーマーが、あー、ボセク楽しい、いやすごいなあれあの当て感めちゃくちゃいいわ、あのランクいくと、うん、トロとかだとやっぱカバーに回んなきゃいけないから、なるべく近距離も持とうってなってボセク持たないんですよ、なるほどね、カービンショットガンみたいな、いや、あんなに当たるとは思わなかったわやだ、褒められた、びっくりした、あっちに敵がいる、ナイスファイトです、ありがとうございます、ここまではちゃんと戦うっていうムーブをしたからここからアンチムーブでそうですね、カスタムランクムーブするわ、さっき戦ってたあのパス誰だったんだろうな、あ、俺が戦ってたの、そうですそうです、さっきのあの3000ダメの人だったなるほどね、領土拡大、領土拡大、いや終わったからって言って次は、はいや、消えてるでしたっけそれ、そうめっちゃ頑張ってんだから、あ、ゆうた樋口落ちた、明日仕事なのでこの辺で次も頑張ってください、ありがとうございます、ありがとう、あの出ました、ミッツンさん、 J 君の配信から来てください、ああはいはいはい、ありがとうございます、ユータ生き残ってたんか、これ順位のあれってあるんでしたっけ、ポイント順位はないかな、ないんだ、キルポだけか、うん、キルポだけか、さらにきついな、いやなんかキルポとかじゃなかった気がするな、あそうなんだ、そう基本エンジョイだから、なるほど、あじゃあよかった、ここが優勝みたいなことそういうのないと思うんだけど、いやもう十分楽しんでるわ、そう楽、なんなんですかね、なんかカスタムって楽しいですよね、楽しいよね、なんか別にいつもと変わらないって変わらないけど、うん、人の見てても楽しいもんな、そうですね、チャラいマジいやらしかった、ナイス、こっちへ行こう、入れるかな銀仮面さん、っていうか俺らいたとこ最終アンチだったんだ、最後ね、おこっちへ行こう、守りきれてたら、こっちにデスボックスだ、悪魔スナイパーを発見やべ、三国志六本もらってないでしょ、シンクの配信ちゃんとやってんだみんな、ゲーム六本大事っすよね、いやマジ大事、携帯のゲームとかあるかも、わかるわ、逃すとなえるもんない一日、いやなえるしかも逃した日に限ってめちゃくちゃでかいアイテムだったりするから、
わかるいや、なんで昨日ログインしなかったんだろうな。こっちを探索しよう。こっちはどうだ。ね、なるほどね。いや、この銀仮面さんとこう良さげな。銀仮面さん強いよ。お、今回ヘリちょっと早いですね。本当だ。こっからがジリジリする。そうですね。カメラ切れちゃった。マジ一眼買おうかな。あ、一眼は HDMI 繋いでどうですか。そう。あ、なるほど、ね。キャプチャーボードで繋いで。キャプ棒問題は解決したの？なんかこの間。いや、あれね、ダメだったわ。あ、ダメだったんですか。うん、なんか前俺の知り合いのね、配信に詳しい子はいいんだけど。はい、はい。はい、その子におすすめされたキャプチャーバッター言ってることがよくわかんなくてさ言ってることがよくわかんない。そう、まあいい。あ、金仮面さんがやりにってる。あら、なんかもうすごいオーソドックスなやつにしたのよ。はい。そしたらおすすめしてくれたやつじゃないとカメラつけれなかったっていう。あ、そうなんだ。そう、なんか PC って同時認識しちゃうからカメラをカメラで独自に認識してくれないんだって。なるほどね。だからキャプチャーボードでいっぱいつけて認識できるやつを買わないと。あー、銀仮面くん死ねてよかったね。ほんとね、マジで今残ったらやばい。あ、でもちょっと離れてしまって。半歩ありだな、これ。うん、もう半歩で返せる。これは銀仮面くんどこかな。だいぶ強そうだ。中の人たち外出ないかっすね。うん、半歩センチネルやばいな。え、マジ変態だな。ハハハ、悪いとセンチ当てて削って一気に、デップさんだ。なるほど。おえデップさんもその構成じゃないですか。うわっ、うわっ、あっ、おお、たくさんカノンと申します。おもろい、おもろいよ。強いねー。 APEX のチャンピオンが誕生しました。次はカスタムムーブでございます。了解です。梅食べよ。明日何曜日だっけ。明日は水曜とかじゃないですか。水曜か。水曜っすね。
祝日なんだ明日らしいです。天の誕生日だって。はい、うん、はい、あ、戻された。うん、コードが変わるんだと思う。なるほど。あ、Apexパック行くよりよ、ゲーム回るからさ。あおう、うん、全然決まってないの。マジでなくてだって探してたところが一気に減ったんすもん。いや一気に減った、マジでお気に入りからどんどんなくなってく。みんな引っ越すタイミングなんですか今大体世の中。いやそうじゃない、やっぱりあれか、新春というか、うん、に向けてか。マジでないもんな。ゲームありますね。コードが貼られてはないね。あ、ゆうたくんたちまたキル11取ってますね。間違いない。何まずいぞ。うん、酸っぱい。うわ、あ、カスタムコード貼られました。 OK、住みたい町のさ、はい、駅を最寄りで探しちゃうね。住みたい、あ、はいはいはい。そしたらさ、はい、ここめっちゃいいやんって見たら、うん、バスで25分って書いてある。いやもう書くな、そんなちょっと最寄りって書くなよバスで25分、うん、結構っすね。え、それはあれですか、栄えてる場所ですか。あ、まあ栄えてるっちゃ栄えてるバスで25分絶対近くにまた別の駅ありますよね。いや本当に、なんか物件探しの時ってあれですよね、なんかその大きめの駅を書きたいがためにバス駅に徒歩めちゃくちゃ長いところありますよね。これもやで、だって徒歩51分って歩くかどういうつもりで書いてんのこれ。徒歩51分やばいな、なんで乗っけてんの。徒歩51分か、いけるなってならんのよいや、ほんとよ、いいな、そういうことよあ、お邪魔します。お、あ、どなただ誰だろう。あ、明智です。ああ、あけちくん、あけちさん、あけちくん、どうもです。なんかまだお会いできてないですよね。そうなんですよ、どこいるんかなと思って、ね、え、今のところどこムーブですか。どこムーブですか。僕らずっとフラグメントイースト降りてるんで。うわ強気フラグメント降りてんのやばずっとスカイムくん立ったんですよ僕ら。やば、スカイムはねずっとそうなんですよ。
いやマジでだから次やつ強気だからマジで次変えるんで。明智くんどれだ？明智くんは、あ、ID ですか？そう。ID まだ燃えるってやつですね。全部ローマ字で。あ、これだ。あー、はいはいはい。まだ燃える。どっち使ってるんですか？あれなんで。僕パスですね。なるほど。今日パッドなんで。はい。いや、本当にキーボード W とシフト効かなくなっちゃって。やば。いや、これ無理だと思って。W とシフト効かないのはやばい。一番進めない。走れない、進めない。やばいよ。なんか、ひねたさんがね、遊びに行って、はい、僕らもどっか行きてえなって話になって、なるほど、なるほど。許してくれそうな人、かろうじて許してくれそうなところと思って、あ、違う。全然ゆるゆるなんで。いや、マジで、あの、オーバーレイ、すっごいありがたい。いや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 、使い方分かりました？あ、使い、分かりました分かりました。あ、よかったよかった。もう絶賛使ってます。うん、配信で今お客さんのもね、今作ってるんで。マジっすか？え、やったやったやん、ピカさん。やったマジ。依頼が多くて、遅れてるんですけど、形式作ってるんで。全然、はい、嬉しい。やば。なんか、全然まだ画像差し替えてないんで、使ってほしいやつ使った DM 送っといてもらったら。あ、分かりました。はい。役者御用達。配信頑張ろう。ケチ制作上やばい、ね、もうそれだけを言いに来たようなもんですけどいやいやいや、いやめちゃめちゃ嬉しいっすわ。ありがとうございます。ではまた後ほど。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。よかったね。めちゃんこ嬉しい。オーバーレイ作ってくれるやん。いや、ジェイ君のもうめちゃめちゃかっこいいっすもん。左下にピカ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 、かっこいいよね。あ、ほんと。これも設定の仕方とかあるんですか？あるある、教えれるから任せて。お願いします。次で4試合目 ?5 試合目 4試合目か。うん、スカイムが暴れてんな。やばいっすね、マジで。2043。あ、でもこれさっき何分から、40分。これ終わったら別枠取って、うん、僕はポケモントレーナーの修行に してまいりますわ。失礼します。いや、面白いですか？とてもチュートリアルの時は、はい、うんってなったけど、めっちゃ眠かったもん1回目の配信の終わりの方なに、それはもう面白さが見出せなくてってことですよね、そのタイミングでは。いや、多分見てる人分かってたと思うジェイ君つまらそうにしてんなって。ジェイ君めちゃめちゃ眠そうやなみたいな何回あくびしたかバレてた気がする。全くこれまでのポケモンと違うんですもんね。うん、全然違う。だってなんだっけ、もうオープンワールドみたいな感じでしたっけあれ。そう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 。ああ。超楽しいよ。えらく早く終わりましたもんねって。バレてる。なんなんこのチャットみんな。いやでもほんとやりたいゲームいっぱいあるわね。エルデンリングもマジで配信したいしな。ちょ、役者メンバーでやろうよ。やりましょう。マジで配信したい。マジあれ系のゲームはほんとに好きなんで、いろいろ教えてもらいながらやろう。そうですね、なんかまあ、ダクソと変わんないんだったらやれるけどな。一応作ってる会社はフロムだから変わんないっちゃ変わんないはずなんですけどね。同じだもんね。うん。この家めっちゃいいやん。高っ家って高いよな、ちゃんと。そうですね。高い。
確かに全然違った。ああ、やったんだ。初音さん。ジェイ君どっち派すか、その外見にお金かけるか、うん、中身にお金かける家。そんな外見気になんないかな。中ですよね。だって、そう、前学大に住んでた時なんか、はいはい、築30年行ってないくらいかな、うん、だったけど全然めちゃくちゃ快適だったし、実際自分が暮らす場所が中ですし、うん、って思っちゃうタイプの僕も。そうなんだよね、うん、とりあえず収納が欲しい俺は。あージェク服好きっすもんね。俺あれニッカポッカのやつマジで俺好きでしたもん。ニッカポッカ可愛いっしょ。可愛い、めっちゃ可愛い。あれにベレー帽かぶって、あ、黒のやつだ。そう、可愛い、めっちゃあれ。あれ良きなんよ。あれが噂のワークマン。噂のワークマン。すごいな、マジで。今切れちゃうんだよね。普通におしゃれっすもんね。いや、そうそうそう。チアンナさんが着ててさ。あ、そうなんだ。そう。で、見てめちゃくちゃかっけえと思って。俺好きだからさ、チアンナさん。はい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 。これ真似しようと思って。で、自分なりの全身ブラックで作ろうと思ってパーって。うんうんうん、でもギリギリだよね。俺みたいな濃い顔が着るとさ。そういうこと、うん、普通にヤンキーとかになっちゃうから。だから帽子とか必須になっちゃう。確かに。それは、いやでも、あーでもそうなのかな。いやもう普通にガテン系になっちゃうからさ。そっかそっか。ベレー帽が可愛かった。ソウル初代ピコピコし始めた。難しかった。また40分過ぎてからか。ピコピコ。もうピコピコがどこまで広がるか。お、いいよ、増えてきた。増えてきた。いよいよ。厳選していけ。どんだけ早く押せるか。あの、これが最速だ。よろしくお願いします。名前に沿ってんな。ドスケベスライブ。お願いいたします。なんかリュウに会えないな、今日。さっきどっ、あ、会ってないか。あ、バラシン。あ、戻された。コードエラーバグ。うん。レディーで遊んでる。リュウ君の組んでるチームの方って、うん、どっかで見たことある。買っとこう。アウトランズで人暴れ。僕を忘れないで。どうかさん、
ジェイ君結構スパレジ持ってますよね。スパレジそうだね。課金税ですから。だって多分、プレステ4は、はい、どこまでだ？コースティックのガスまでも全部持ってるかな。マジ？うん。やば。これランパートのやつさ。ガムボールのやつか。あのレンチのやつ。レンチ、はい。そう。全部買ったのよ。おお。で、配信で開封動画みたいなやつやろうと思って。はい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 。配信するの忘れてて、開封せずに終わってんな。コインだけ買ってしまって。うわ、もったいな。いや、マジで。マジでもったいなかったな。パック開こう。いいレン、おレジェンドリー、レジェンドリー、レジェンドリー。なにそれ？え？え？エーペックスコイン？え、そんなことある？よかった。え？え、300だって、でかくないですか？なにこれ？なんかのあれかな？アニバーサリーパックだ。なるほどね。アニバーサリーパックだ。3周年の記念のやつじゃない？全部出したんですか？アニバーサリーのレジェンドリー。え、わかんない。今、久々にパック開いた。え、でもそのパックだと、あれじゃないですか。普通にあの、なんだっけ。アニバーサリーのコレクションイベントで出てるスキンとか出るはずだけど。え、そうなの？多分、はい。お金返ってきたわ。それで買ってくださいってことなのか。それで買ってください、やば。好きなやつどうぞ。これ、レジェンダリーのさ、シーズンのパックあるじゃない？今回みたいな、はい。はいはいはい。あれってさ、スパレジ出たら天井一回リセットなのかな？それまでに出して、あれ迎えた方がいいの？ああ、多分リセットじゃないですか。やば。あれっすよね、今回のブラハの部分がスパレジだったらってことですよね。そう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 。うん、リセットだった気がするんだけど。やばい商売やな。いや、本当に。さてさて、そろそろチャンピオン見たいな。おしんさん。間違いねえ。白熱するシーンを見せてあげたいね。そうですね。なんか今。地味な小競り合いしか見せてないから。そうだな。あ、コレクションリセットしないはずだった。本当？うん。全然出ねえんだけど、俺。俺、スパレジ1個しか持ってないんですよね。マジ？うん。ヤバタニエンやん。しかも欲しかったのブラハなんですけど、なんかその時の気分でオクタン開けちゃったんですよ。わかるー。俺、一番最初なんかしないけど、その時の気分で、あれ、なんだっけ、バンガか。いや、使わねえ。最初にちょっとバンガですね。絶対使わねえ。全然変わんない。そん時好きなやつってあるじゃないですか、キャラクター。うん。でもなんかシーズンとか変わるとやっぱびっくり変わってくるから、そうなんだよ。なんか後々自分に合ったキャラクターってやっぱ違ったなってなるから、結局レイスとかが一番なのよ。無難に来ない。レイスは使わん。レイス上手い人本当でいいよな。マジポータルの引き方とか全然わかんないですもん。感覚でいいのよ。俺だったらあっち逃げたいとかさ、詰めるときが一番困るんですよね、俺多分。ああ、なんか高所取るときとかやっぱ屋根の上とか怖いよね。そうそうそう。あと長さ、はい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 、生物の裏にちゃんと行かなきゃみたいな感覚や。つかさ入れない。あれ、あ、もうサンカノンさん大ファンなので、倒されたらフィニキャンされたいです。
わかりました。ドームラジオに送ってやるか。ハンナの倒したらフィニキャンしたいです。豪雪煽りや。東村龍さん大ファンなので、どうしたらフィニキャンしたいです。見てるかな。え、ウモンくんのやつでちょうど埋もれちゃったから。そうですよね、今ちょうど。フィニキャンしてるじいさんを熱い。あけち。照れるな。来た。4試合目おしんが樋口優太フィニキャンしようぜだ。よし頑張ろう。ゆうたくんパスですもんね多分。たえどうなんだろう。え違うの、優太マジでパスできないから。そうなんだ。うん、えじゃあデブか。なんだろうな、ちょっと探したいな。ゆうたくんきっとマスターキードつけてるだろうに。どこなんだろうな、降りてんの。安全なとこ降りてそうだけどな。そうっすね、初動は。ギリまで降りなそう。あー、ちゃんと見てってことですか。うん、うん、試合目頑張ってください。あざっす。これの次で最後かもってことですよね、多分。そうだね。チャンピオン取りましょう。アワー頑張るぞ。アワー。かつては私も皮付きだった。よし、アンチムーブで。今回のマキオさんがキャラピック間違えた。覚悟して君を倒しに行くよ。私がジャンプマスターだ。誰かの頭これ、ね、どうなるんですか、キャラピックの人が。どうなんだ。あ、まあ、終了された。キャラピック。一人はいそうだもんね。申し訳ございません。ちょっと待って、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 ヤタちゃんと言ってたのはそれだったんだよな。ああ、
言ってましたね、そういえばなんか富士急行ってからのみたいな。富士急行ってスノボー行ってコテージ借りて、いやもう最高っすねそれ、グランピングみたいなして、ああいい、いいよね、超いいっすわ。ただね、時期的にね、寂しすな、まだまだ自由に遊べないからさ。いやそれもある、そうっすね。しかもなんなら今結構増えちゃってきてるっすもんね、なんか前話した時より。そうなんだよね。何分からかな。書いてない、うん、勝ちてえなー、勝ちてえなー、うんうん、勝ちてえ、勝ちてえ、勝ちてえなー。今のところ10位まだ達成できないですか。達成できないね。そろそろね。まあでもアンチムーブすれば入れるっちゃ入れそうっすけどね、10位。いやそうなんだよな、うん、ただ問題は物資なのよ。いやそれ本当に枯渇する。そうなのよ。じゃあやるべぇ、お願い、はぁ、はぁ、最近この時間になってくると眠くなるんだよな。いや、俺もです。なんか、うん、リズムがちょっとしっかりしてきてるね。うん、今日6時に起きたもん俺。いや、いや超怖いもんだいや、でもほら、このあとポケモンが待ってますから。そう、明日にしよっかなとも思っちゃってるもん。明日は休みなんですか。明日休み。ああ、じゃあまあ、ね、確かに。おい、やるレブなんと、やつらも私を殺人マシンにした。やばいんだ、プログラムに引き寄せられてきたのか。ビカビカしてる、すっごい。このパスかっこいいよな、エルノワール。いやマジで再販した時ほんとショックだったわ。あ、これ再販したんすか。そう、あ、そうなんだ。ほんと 1,2 ヶ月前かな。今回のチャンピオンを紹介します。キャラピックの選択画面も違うじゃない。そう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 、あれかっこいいな、特別な絵。さて、つ溶岩ムーブが一番やりやすいんだよな。まあ確かに。さあ行こう、楽しい楽しい長距離落下だ。ワンパー行ってるかも、ね、あ、いや行ってない、いや行って左下にいっぱいいるな。ね、あ、大丈夫だ。いや、ワンパってないか。また下降りてった。さっき。で、カウントダウンにワン。ワンムーブなんなんだろう。さっきもあそこ降りてましたよ。うん、怖いよな、あれ。うん。今回ロング持ちます。おーい。やばい、ちょっと時間空いたから感覚おかしくない。
また戻ってきた。やばい、ちょっと今テーブルそわそわするから、ね、してるしてる今。なんかもう腕の付け根あたりがなんかへいってなってます。おせーくおせーくおせーくあったー。ニーヨンボかしこまり。飛んできた。え、標的を確認。はい、戻ります。しおり、俺そっち行くわ。あ、了解。進化シールドを発見したよ。かっこいい。レベル2だ。なんだあれ。下行った？いや、上にいます。あそこに肉塊がいる。一体この上で獲物が足りない。うん、そっちの方がいい。こっちはどうだ。グラップルを使うよ。おい、もうこの辺まで。あそこに誰かいる。なんでそんな強気なんだ。あそこに敵がいる。いいよ。標的を発見。向こうだ。割れてるな。取り手持ってます。右のやつ。標的のシールド終わった。撃たれている。お前のボセックなんて感じなんだ。意味わからんぐらいだったね。あのリングに残り30秒。報告、ファーストキル発生。右手どこまだいるかな。で、パスも合流しました。今、今ここにいた。こっちだ。すると頭に。残り10秒。リングはあと少しだ。いや、戻るか。おい、今回は丁寧なムーブで。了解。マップを見て、リングが縮んでる。うん、いやー、舞台マジで変ないな。えらいよな。19遊んでたね。遊んでた。あ、うん、向こうに皮付きがいる。遊んでるよね。そうっすね。あ、ゆたくんチーム落ちてる。あ、ほんとだ。片方。あけちくんも。あけちー、青って言ったのに。どうしてなんだよ。おい、落ちてる。カービン欲しいけどカービンがねー。同じく。あ、出たよ。矢がいっぱい出てくる。どうぞ、勝てる。ボセックがあれば勝てる。ちょっと2倍拾ってきていい。あ、どうぞ。
呼んでいいか。行くぞ。さっき妖怪に対する動きか。さすが坂を抑えるか。了解。出ないねー。パーティーちゃんね。うん。一応溶岩鉱がうっすら見えます。 OK。 ここ行ってもいいけどな。了解。ね、これアンチね、はい、多分著作キャンとかの方になる気がする。なるほど。知らんけど出た半歩落ちてる。あー、そうだ、半歩。あ、いた。あそこに敵がいる。今この家です。あそこに肉塊がいる。パス。そこに皮付きがいるぞ。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。著作キャンの方や。次の人はかなり遠いよ。移動しちゃいます。でもあっちに敵がいる。バレてるわ。了解。レプリケーターが落ちてくるぞ。また金アーマーかよ。よう当たるな。移動しちゃおう。はい。こっちにいいものがあるかも。パスも移動してタップしてます。後ろ下がってました。金山ええって。なんでそんなみんな金山広いんだろう。試練だと思う。あー、なるほど。新しいキルリーダーが生まれました。なるほど。新しいキルリーダーの誕生か。私以外のやつとはな。懐かしい。あんなこと、ちゃんちゃん、こんなこと、ちゃんちゃん、あったでしょう。僕に花瓶ください。よっ、あ、残れない。え、あ、残る。リングは近い。まだ1分ある。一体を血の海にするぞ。一応あと4部隊減れば順位には入る。あ、そうだ。もうしてない感すごいな。よかった、リングは近い。残り1分を切った。いつのことだか、あのリングに入るのに残り30秒だ。昔自分で自分でエコー作る芸人さんいましたね。なんか後ろいるいるいる。こっちにいる。撃たれている。はい。黙れ、カゴつき。リングの外から死人に敵を殺せないぞ。どっかから力を打たれてる。向こうに犠牲者を開ける。大丈夫。あそこの山上かな、多分向こうから多分力を打たれてる気がする。これだ。から攻撃を受けている。こっちだったね。向こうに敵がいる。シールドを離散しろ。
後ろ気をつけてね。了解。後ろの車線も気にしながらだよ。シールドをリチャージ中。攻撃を食らってる。敵のシールド終わったよ。命中、リロード中だ。シールド、リチャージ中。このムーブだと物資少ねえ。いやそうなんだよね。セル2しかねえ。マジ？はい。じゃあ探しながら行くか。そう。ラウンド3、リーグのカウントダウンが始動。調査キャンでレブール。セルを発見。撃たれてみろ。やい。いやこれここだよね。そう、多分その辺だと思う。見えん。あ、そこだ、そこのだ。たま1個出しすぎるのあれ。シールドをリチャージしろ。あぶねえ。また金。まあまあ。おかしくも金だよ。なんだあのインキャムーブは。もう。セルない？セルゼロです、ね。あ、そっちそっちでいいよ、そっちでいいよ。グラップルを使用。渡すわ。あーせん。あざす。こっち行こう。こっちを探索しよう。巻いてからでいい。おお。攻撃を食らってる。だるい。いたーもう。奴ら死にたいようだな。あのインキャムーブ。シーアーマーなんだからもう育てなくていいでしょ。はい。あれ。これであれかも。よかった。もうリングの中だ。シールドをリチャージ中。ケアパッケージが投下される。作れんなら作りたいけど作れるわけねえよ。右でも足をする気がする。取りますよ、多分。次の獲物を見つけた。OK。ここにいる。あ、マジで。レベル。敵への攻撃を開始する。リロード中だ。そっちから入ってくるよ。続きます。続きます。敵に撃たれてる。いやー、大変。半分の部隊がすでに死んだ。手に割れてます。さあクリアリー。もう一人多分下で燃えた。オッケーオッケー、ナイス。これで部隊は全滅だ。これあげる。いただきます。バス援護しろ。フェニックスキットを使う必要がある。シールドリチャージ進行中。お疲れ様ね。攻撃中、リロード中だ。難しい。1枚返した。了解。残り1分、リングは遠くない。これ押してもいいかも。ここで出せる。こっちへ行こう。はい。ここの裏に。おらんかったら漁ろう。ちゃんこ美味しいけど
ナイスナイス。多めに。残り30秒。渡します。あ、俺も拾えたから大丈夫。ここいるわ。左も右もいるな。そうですね。右から行こう。リングまでもうすぐ。残りは10秒。後ろが怖いな。上は撃たない方がいいですか？撃たない方がいい。ここにいるわ。移動し始めていいよ。はい。これ車線切りながらしかないな。ロッキルしてるビビッとまあでも目標はとりあえずそうですね、いけたね。しかもスカイムくんパーティー倒せましたね。挟まれてたけど、いやめっちゃ物資良い。集めてんな。今2方向から撃たれてました。3方向ここのパーティーと、はい、右サイドのパスと、はい、あともう一個右のさらに奥いたんだ。そうえぐすぎ。やばいなこの。ああ、ね、同居。さっきの裏の取り方えぐいな。デップさんもロッキル。こっちで狩りをしよう。ここか。俺らのことずっと撃ってたの。なるほどね。いやでも一石に。違う。あ違う。うん。持ったとしたらもっとダメージ出てる。
わ、最終アンチ。強いね。上強いっすね。うん、いやー、怖っ。怖っ。おい。もう一枚バレたから。あ、来た来た。ナイスナイス。ナイス。入れたのでかい。やばいやばい。おお。おお。わあ、ここ分かった。いや、最後熱いわ。素晴らしい。いや、今のデップさんめちゃくちゃうまかったな、でも。いや、やばかったです。グレ下に放り込んで自分だけジップで上がって行ったり来たりしてたでしょ。ああ。IQ 高。IQ 高いわ。残念だけど、ラストか。ありがとうございます。そうですね、ラスト。やべえ、ヌビアンからまたかっこいいのが出ちゃってる服。どこのブランドですか？ヌビアンの。アンダーカバーと。ああ、うん。あとなんだ。コラボっすか？うん、アンダーカバー、アンダーカバーの。ああ、のやつとってこと。そうそうそう、他にも。はいはい。いろいろ出てる。服って尽きねえよな。そうですね。お、僕ら7位。7位？はい。よしよしよし。樋口は？そこが重要だ。あ、はいはいはい。そうですか。はいはいはい。名刺も勝ってるな。ラストか。最後は楽しんで。今日着てる服も好きで素敵です。これね、ファンの方にいただいたんですよ。いや、それ可愛いですよね、思った。いや、マジでこれさ、俺が古着屋で、まあ、この間配信で紹介したんだけど、そこで一番最初に迷ってた服なのよ。でもそこで言ってないのよ、これ迷ってたって。はい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 。で、手紙見たら刺繍素敵だし似合いそうだったんでって書いてあって、今のジェイ君の髪色とよく分かってんなーって思って。似てるね。そうそうそう、合ってる。紫ベースの綺麗な色ですね、めっちゃ白と淡い紫と。おっしゃーなのよ、かわいい。パーカー？ジップ付きパーカーみたいな感じ。ハーフジップ。あ、ハーフジップ。マウンテンパーカーだね。あ、はい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 。パッパ。ちょっとかわいい。まあ、でもマジ古着って一期一会ですもんね。あるときあるけど、ないときほんとないし。目星つけて次行ったときとかなかったりするし。そうなんだよ。うん。最近セントマイケルにハマってるのよね。セントマイケル？聞いたことある？セントマイケルっていうブランド。高っけーのよな。この間受注会で。はいはい、何着か頼んできたんだけど、なんか昔のロックティーっぽいのを現代のサイズに繰り返えてるような、かわいい。たっけかたけのよ。バカたけっす。
シャツぐらいだったなと思って、Tシャツ2枚買ってきた。確かに、なんか、ロッキー調な感じですね。そうそう。かわいい。そういえば、いつ来るんだろう。これ3月から5月。もうちょいだな。いやアンチムーブ枯渇すんだよな。いやマジで今やばかったっ。やばかったっしょ。カイノ君たち倒せたからなんとか生き逃れてたけど、まあ死んだけど。うん、いやマジそうなんだよね。される場所が少なすぎますもんね、アンチムーブだと。そう、マジでそう。安全な道通っていくから。へっしゅよいしょ。はい。いきしょ。てれてれれれれれ。懐かしい。何それ。なんだそれ。なんかこの間たまたま YouTube 見てて広告で流れてきたやつが。うん、ボイスモッドっていう、なんかディスコの声とかも全部まるまるネットにパソコンで変えられるやつがあって、あのすごい、エフェクターじゃなくて。どんな声出せんの？ね、あーは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 ー、これとか。もうほんと多分有料のやつ買えばちゃんとめっちゃあるんですよ。なんかいろいろある。すごっ、すごいっすよ、面白いっすよね。うん、あーいくら？うるさいねーって。え、これ、え、プロは、一括購入今7500円です、ね。安っ！うん、そんな高くない、言うて。変わっちゃおうかな、俺も。ボイスモッドで調べたってますよ。ボイスモッド？はい。ボイスモッド。これがおもろいまして。あー。すげえ。よっこらぜー。いててて。これ聞くと、例のホラゲ思い出す。え、俺こんな恋のやつのホラゲあったっけ。あ、え、すごいな、これすごいですよね。アプリ？アプリです。だから今このディスコの、うん、入力、マイクの入力を、うん、このアプリが出してる、なんか入力が出てくるんですよ、これダウンロードすると。へえ、なるほどね。それに変えるとできます。お、ショウゴだ。ジェイ君、つかさっち頑張れ、だって。おお、あざー。あざー。名前おもろいな。ショウゴは地球人。そうなんだ、よくわかんねえな。80種類あんの？そう、めちゃんこ多いんすよ。やばいっすよね。あ。で、これなんかあと声も変えられるけど、うん、なんだろう、無料ダウンロードって書いてあるけど、あ、そう、初回無料なんですよ。で、そっからなんか買っていく形ですね。こういうのも鳴らせる。始まったら教えて。了解です。いや、見てるんだ。見てる。1、
を27分開始予定だけど、まだ開始されてない。ペンペペンペンペンペペン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 、始まりました。 OK。 なんか今インストールしたら再起動されそう。よし、ラストマッチだ。あいさん、よっこいしょ。はい、頑張りますが、やばい、マジで時間がやっちまだよな。本当にもう2時間近くばもう10、うん、ちゃんと時間通り12時になるもんね。3時間目、素晴らしいね。ラスト頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。どうしよう、ポケモン。と眠さがあるから明日の午前中とかにやろうかな。あ、まあ一回寝たらね、元気さ。明日も1日100キロやりたいからな。あ、今日昼やってましたよね、ディスコ開いたら。いや、マジで地獄だったわ。5時間かかんだもん。だって、APEX の100キロは簡単じゃないですね。だからさ、1試合フルで生きてたら20分かかるじゃない。そうですね。それ10キロでチャンピオンだとしてもよ。なんでそれ110倍でしょ、だから200分必要。最速で3時間ちょっととかで。絶対やりたくねえ、そんな企画。今回のチャンピオンを紹介します。ちゃんと5時間かかったもんな。すごいな。でもちゃんと達成したんですか。あ、今日は達成した。5時間で終わった。すごい。日に日にペースが速くなるといいな。じゃあ、頑張んね。何か言うところ、あんま降りないな。降りないね。最後だからみんなちゃんとしてる。よっぽ上げに行ってんのかな。君が人間なら息を止めることをおすすめするよ。火力はワン、いや、ブレで、あれダメだ。ワンパン真ん中降りてます。あ、なんか飛んできてる。飛んでるね。右二人で行こう。了解です。上からされますね。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。どうせか、ここにオブジェクトを発見。リングの音しますね。オッケー。進化シールドを発見したよ。かっこいい。レベル2だ。どうですか。ダイヤモンドします。戦い、俺も戦える。オッケー、自分も戦います。セルがないぐらいかな。あ、渡すわ。あれだ、ま、シールドセルを発見。セル何個。セル2ですね、今これで4。シールドセルを発見。こっちへ行こう。はい、報告、ファーストキル発生。いやー、あいつもボゼックヤンキーよ。シールドリチャージ中。上から当たりましたね。獲物を発見。あ、違う、正面か、これか。あ、上飛んだ。ここ入りました。向こうにカバツキがいるぞ。攻撃を食らってる。シールドリチャージ進行中。撃たれてる。いや、あいつも当て感良きや。シールドリチャージ中。強いね。あ、シールドリチャージ中。こっちから全然見えない。と後ろで漁るか。はい。一応ハベもいるわ。OK。
リングは近い。あ、もうここまで開いた。あそこに誰かいる。敵への攻撃を開始。ラーマに外した。リングは近い。残り45秒。ここにいます。あそこに肉塊がいる。えい。おーい。シールドバッテリーを発見。はい、いる？ウルソック。今バッテリー1本持ってる。オッケー。これ今2本目。残り10秒。リングはあと少しだ。左行ってジップスは全員リングの外だ。この距離だとセンサー殺せないぞ。ジップライン射出完了。あまりアーマーも良くないもん。ケアパッケージ輸送中。あっちにケアパッケージだ。シールドバッテリーを発見。ないかな。火力が。こっちで上取るか。はい。ものがあるかも。グラップルを使うよ。あわよくばで行こう。七子ちゃんたちかな。多分そうっす。打って良きタイミングを教えてもらう。やりこやりこ。はい。ここで出していいよ。はい。この左端。こっちを探索しよう。今起こしてるわ。これ一緒に蹴ろう。了解。戻されるわ俺。戻した。死んでもいいかも。死ねないかも。殺して。やば。リロード中だ。下がっていいよ。はい。シールド終わったよ。リロード中だ。あぶね。シールドが残りわずか。リチャージ。自己修復中。威力と使用中。上がるか。ギリやったな。ギリでしたね。マジで死ぬかと思った。マジで。いや。あっちに敵がいる。了解。あっちに敵がいる。勾配っていうかノーマルだと見づれえな。これチェック？そうですね。リュウちゃん強いんだけど、出てくるから、ほら敵を確認。80入ってる。敵への攻撃を開始する。引いちゃいました。攻撃を食らってる。割れた、96。シールド終わった。手引いちゃおう、これ。誰かがここにいた。シールドリチャージ中。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。チャーライダルいな。うん、
壊してる。ウルト上がりました。レプリケーターを移送中。レプリケーターが落ちてくるぞ。左上上がりまーす。おーい。セルいくつ？セル12あります。OK。回復多めに持って、怖いから。ナンスライナスプーン。全然減ってない。全然減らんな。言いそうだしな、カンプさん。返してくれた。帰ろ。明け渡そう。足音聞こえない？違うかな？いや聞こえますね。クリンちゃん。はい、大丈夫。標的を発見。後ろ側割れてる。26回いてる生。リロード中だ。攻撃を食らってる。を言わします。パス戻ってきた。パス割りかけ。あ、レベル返した一人。了解。リロード中だ。あれ肉ないわ多分。ノラ、なるほど。ノラ右から来てる。了解。はい、すみません。今ここですよ、マクレーンまで。はい。フェニックスキットを使う。シールドをリチョン中。アクサを投げる。よかった。もうリングの中だ。今このラスト。攻撃を食らってる。左に回ってるわ。勝手に登ってる。敵の攻撃を開始する。さっさと黙らせ。完全に黙らせ。攻撃を食らってる。敵のシールドを終わったよ。リロード中だ。これ引こう。はい、敵地来てるわ。シールドリチャージ進行中。助かった、逆に。その体で私の盾となる。回復中だ。枯れる。シールドリチャージ中。セルありますよ、いっぱいいます。大丈夫。今大丈夫。変えよう。これ大丈夫だ。はい。ラウンド3、リングのカウントダウンが始動。今クラフトいけると思いますか？ん？クラフト。いけんじゃない？オッケー。3倍だけ。うちの曲は。レプリケーターが落ちてくるぞ。少し待て。その次は俺クラフトするわ。大丈夫でいい。クラフト中だよ。今ここにいます。そこにカワツキがいるぞ。さっきのやつか。さっきこの辺にいたの
カウントダウンしてます。えい、敵に撃たれてる。リングは近い。その近くにグラップルを使用。シールドリチャージ進行中。多分下から上がってきましたね。こっちからだ。敵を確認。上がるわ。はい、パス引いてください。敵を確認。向こうだ。自己修復中。あそこに誰かいる。回りましたね。残り時間は30秒だけ。リングは近いぞ。カウントダウンに結構いっぱいあったね。行ってるよね。リングまでもうすぐ。残りは10秒。フラグ側がまだちょっと怖いけど、ね、やってんなってか、フラグ側。やってるね。獲物が足りない。こっちはどうだ。警告、リングの閉鎖が始まっています。みんな、リングが縮んでるよ。攻撃を食らってる。攻撃中。いやーごめんマジで。了解。全然足音聞こえなかった。やらかした。前にいる。あ、でも後ろからも追われてるわ。リュウ君撃破。了解。シールドが残りわずか。リチャージする。ワンチャン起こせるかも。新しいキルリーダーだ。ヒットしないです。素早く地獄に送る。オッケー。威力と集中。いやー申し訳ない。全然全然。あれ死ぬかも。ラストこれかい。おもろ。いやー俺がやらかしたマジで。全然音聞こえなかった。いや聞こえなかった。それ後ろ、いやでもリュウ君落とせたから満足。それその役やりたかったな。いやナイファイナイファイナイファイ。なんかデュオだとやっぱ行ききれねえな。落ちたらどうしようっていう。そうですよね。わかるわ。気持ちが強すぎて。えーって言われた。マジすいません。ごめんなさい。いや俺もこうなると思わんかった。あそこでデカニク巻き始めたらギリ間に合うと思ったんだけどな。コニク持ってたの？コニク一応持ってましたね。いや、持ってたんだけど、ひとし、いや、じゅ、まあ、もう頭パニクったわ、あの時。ああ、やらかしたわ。今のうちに、ボイスのやつ取ったわ。まあ、注射器を発見。いい意味でカスタムデビュー、いい形終わりました。ね。楽しく終われた。こっちを探索しよう。いい感じ。おう。ナイパイナイパイよ。Thank you。なんでスピーカーなの？になっちゃった。ちょっと待ってね。うるさくなっちゃった。敵を確認した。あ、
もう入れました？入れた、それでなっちゃった。あ、そう、あのボイスモッドの方のマイクの設定を使ってるマイクに変えなきゃいけないかも。あー、なるほどね。そうしたらいいのか。え、俺の声聞こえんの？ジェイクの声聞こえてますよ。なんで？わかんない。ゲーム音も入っちゃってるでしょ。今は聞こえないです。さっきなんかちょっとなんかスピーカーっぽくなってたけど、今聞こえてる声だけ。これか。あ、ゲーム入ってます、ね。おかしい。わー、なんで手がそっちから引っ越しちゃうんだ。おー、よく行った。あー、音がある。バグった。どうなってます？え、なんでスピーカーから音出んの？あ、テレビのスピーカー、テレビってかモニタースピーカーからってことですか？そう。出力があれなんじゃないですか？いや、出力全部ね、イヤホンにしてんだけど。え？は、はははは、は。どうしちゃったの？この下のオーディオアシスタントってやつやったら変わりません？あ、終わった。おかなな。え、なんでスピーカーになっちゃったんだろう。なっぞ。エーペックスがってことですか？そう、エーペックスの音だけが。終わってん。あ？終わりました。謎。あれ？お、終わりました。今回貴重なお時間、ありがとうございます。よいしょ。終わりっぽいっす。終わった？はい。今雑談でみんな話してます。オッケー。
エペの音が入んなくなっちゃった。ゲーム終了しよう。はい、エイペックスレジェンズアップデート中にエラーが起きました。アップできたの？え？マジ？来てません。え、これで音入んなかったらめっちゃだるいわ。でも声はね、俺ミュートにしてたんですよ、皆さん。スピーカーの音が入っちゃうから。なんでだろう、なんだろうな、インストールした瞬間だったわ。あ、戻った。あ、治りました。うん、お、多分大丈夫な気がする。うん、大丈夫だ。おお、これか。ボイスボックスってやつ？ボイスボックスですね。ああ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 あ、これは普通だ。それ普通です、多分。グリーンってやつ。これはどうなんだ。あ、ベイビーベイビーでもベイビーになってない多分。え、なってないの？普通にジェックの声でベイビー。これは？え？これもなってないの？あ、あれだ。多分配信ではなってるかもしれないです。あ、配信ではなってんだ。いや、わかんない。あのディスコのあの、うん、マイク入力もこれにすると多分俺が聞こえてるやつになります。あ、なるほどね。だ、多分配信の方も出力じゃない、入力をこのアプリの、うん、マイクのやつにしてないと普通にチークがベイビーってやつになっちゃう。ベイビーっつってなってないって。なってるけどジェイクの声もする。両方聞こえてるらしいですよ。両方聞こえるってどういうシステム？音声ビデオマイクをあ持ってる。あー聞こえました。変わった変わった。いや、犯罪者みたいになってる。なんで聞こえちゃうんだろうね。な、なんででしょうね。なんででしょうね。やばいな、これ。こっちはジェイ君の声だけになったって。配信は変わってないらしいっすよ。配信は変わってないの？配信変わってない。俺のところめっちゃすごいですけど。あ、わかった。配信のプロパティも統一しないのか。多分。こうすりゃなってんじゃない、みんな。これはどうなんだ。あ、変わったって、変わったって。なるほどね。マジックポーズっていうのが、あ、これがさっき言ってたやつ。そうです。なるほどね、それですよ。なるほど、なるほど。ベイビー。ああ、めっちゃトイレいるみたいな、なんかすごい広い。なるほど、ね。お風呂に入って、お風呂入ってます。どうも皆さんこんばんは。なるほどね。これは？これはなんだ？リルモッド。おおおお。すごい声。どういう？よくわからんな。こっちはなんだろう。これはトラウマですわ。
危ねえよこれは。安在臭がしますね。すごいね。これ楽しいな。よかった。ありがとう教えてくれ。なんかそれ。いいね。おお。なんだこれ。すげえ。ああ戻った戻った。あ怖い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 。あすごいねこれ。すごいですよね。うん。あサウンドボードっていう方がそのなんか効果音で、ボイスボックスっていう方がその声のエフェクターって感じですね。ああなるほどね。はい。でなんかそのサウンドボードとか多分音でかいんですよ。はい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 。だから一回押して右側になんか。なんかあーあるね。そうそうそのゲージとか減らしていくとちょうどいい音になる。あーあーはいはいはい。プロボイスラボっていうのが言ってた先のやつか。そうですね。多分そのボイスボックスも今、うん、多分課金まだしてないですか？まだしてない。本日の無料ボイス多分書いてるんですよ。ああ、はい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 。で、この下の方行くともっといろんな声があるんですよ。なるほどね。だ多分これを開けたらもっといろんな声使えるよーっていうお話ですね。使えるよーっていうね。はい。年間プラン3600円だって。最近もありますよ、確か。ん？かつ永久ライセンス多分一番下があれです。一発永久なんや。あの会期ですね。ああボイスモッドプロを購入するの永久ライセンス。あそうそうそう。1万円もすんの。いやマイナスかかってますよ、ね。うん1万円って書いてある。あれ俺の7500円って書いてある。なんでやねん。なんでやねん。なんか。シェイクの PC、そういうパッシブついてるじゃないですか。この間もそうだったし。確かに。あまあ、とりあえず年間プラン買って、まあそうですね、楽しめるかをやって、あ、これいけんなーって思ったら、永久ライセンス買うわ。確かに。全然ありっすね。まあ、正直、今もうすでに楽しんでんだけどね。めちゃくちゃに楽しんでる。ああよかった。めっちゃ楽しいもん。面白いですよね。これ自分の声聞いてます、うん、今。今自分の声聞いてやってる。ああよかった。これ自分の声聞きながらだとどんな声で喋ってるかわかるから面白いですよ、ね。うん。うん。なんかすごいさメロディー奏でるやん。楽しんでる。あ、カニウサギロッペ感ね。あ、めっちゃわかる。確かに。それはあるわ。はいはいはい。今あのね、短い時間でいろいろ詰まってるの。メロディーすごいな。あなんか喋りにそんなに抑揚つくとだるいな。なんで？あ、変えた変えた。え？え？よかったけど。え、カトシさん？ライセンスお持ちですか？あ、ライセンス、ライセンスキーが。ライセンスキー。ライセンスキー。ライセンスキー。長っ。
大先生だぞ。その声がおもろいな。これハイフンとかも入れないといけないのかな。そうじゃないですかね。多分。やべえ、俺の配信はかどっちまうよ。どうしてくれんだよ。これ今見てくれてる人はあれっすよ。あ、J 君ふざけてんなーみたいな。なるかもしんないけど、これ元凶は完全にまずは朝ですね。行く好きかな思って。完全に田口つかさが悪いわ。ジェイ君、明智さん来ましたー。明智さーん、明智さん、お疲れ様です。お疲れ様です。それすごいリズミカルな人おるんだけど、マグタスイッチみたいになってるし。明智さん、全然会えなかったっすね。会えんかったっすね。生き残ってたからワンチャンかなと思ってたんだけど、途中で消えろってなった時はもう悲しかったっすね。なんでそんなリズミカルなんすか。なんでそんなリズミカルなんすか、ジェイさん。あれっすよ、こっち、僕の方はリズミカルじゃない。ジェイさんじゃんか、リズミカルじゃなくて。僕が田口です。リズミカルなのは近さです。ちょっと待って、もう原型とどめてなさすぎて、どっちが違うか。いやー、ほんとお疲れ様でした。ほんと楽しかったですね。いや、ほんと楽しかった。いや、つかさ楽しみだね。いや、そうっすね、オーバーレイマジ楽しみ。あ、そう、それで、そう、Jさんとつかささんに言おうと思ってきて、はい、お一個、その、この機会に言わせていただこうと思ってて、で、僕が今度4月16日ぐらいにカスタム開くんですよね。はい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 。で、それも結構、まあ、このカスタムに比べたらだけど、まあまあメンツ集めてて、はい、もしよかったら招待枠で出ていただけないかなっていう勧誘に来ました。当たり前じゃないですか。もちろんです。プルン、そんなのぜひですよ。いや、本当に4月16日に本戦で練習カスタムが3回ぐらいあるんですけど、ちょっと待ってくださいね。絶妙だな。いや、でも、いけるんじゃないですか。ちょっと調べてみよう。大体時間はね、これぐらいだと思うんですけど。あ、でも、ああ、このぐらいの時間やったらいけるかな。そうですね。で、練習カスタムは、まあ、あるのはあるんですけど、まあ、3日あるんで、出れる日に出ていただくみたいな感じなんで。はいはいはい、はい。なるほど。はい、形式で言ったら、多分 CR カスタム、CR カップとかに近いかなって感じです。ほうほう。あ、じゃあ出れるかな、僕。お、出れるですか。9時だったらワンチャンいけると思うんだけどな。オッケーです。じゃあ、とりあえず、ちょっとギリまで預けてもいいですか、うん、預けてもいいですか。前向きに考えていただけるっていう感じでいいですかね。はい、オッケーです。それはもちろんもちろん。自分もそんな感じでお願いします。樋口さんもいらっしゃる。え、もうこれ、勧誘しちゃっていいかな。あ、もうどんどん勧誘してください。多分。お疲れ様でーす。あ、ゆうた。お疲れ様でーす。ちなみにまだ配信してます、僕。あ、了解です。なんか勧誘バリバリ勧誘しに来ちゃって、全然全然、はい、全然ゆうた、なんか明智さんがカスタムするんだって。あら、もしよければ、じゃあ優勝者にはあれじゃない、今のところですね、20万の PC とか用意してるんですよ、ね。やば。いや、やば。やば、ガチ。3カ所とかじゃないですよね。3カ所で配ってたら、じゃあ、発散しちゃうんですね、僕ら。やば。そう。ええ、だから、なかったら、まあ、いただき、もらえるみたいな感じで。ぜひ。あ、ぜひです。あ、うん。お疲れ様です。お疲れ様です。喋ったのだ。強れ。俺のボセックにやられたな。喋太郎。喋太郎。どう出る喋太郎。喋太郎どう出る。まずお疲れ様ですから入る。ちょっと司さんのもう一回リズミカルね。聞きたいですよ。これですか。お疲れ様です。バチ
何それ。いや、これめっちゃ楽しいわ。いや、楽しいですよね。犯罪者ないよ。すっごいいい教えてもらった。よかった。もうぜひ配信で使ってください。やめて。めっちゃ使うわ。あ、ぜひぜひ、ほんとに。自分でなんか絵描いて、神うさぎロペみたいなことする。あ、いいですね。そんな変わってないけどな。ん？そんな変わってないけど、ジェイ君。嘘。ほんと。なんかユータっぽくないこの声。じゃあ、アキツさんも全然エペとかもいつでも誘ってくださいね。はい、え、マジっすか？うん、もう全然ぜひぜひ。これ、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 え、まじ、そうそう、なんか1400いいねとかついても一人も来てくれないんで。どうしたみたいな。あ、人望ないんで、まじ。ヨレイさんが全然喋らない太郎。喋太郎が。ないっすよ。ヨレイ。めちゃくちゃ文は売ってるけど。そう。樋口くんに文句言いたいのに。喋太郎。樋口くんに文句言いたい。すぐ文句言うや、俺に。何よ。ボセック許さん。ゆうたくんもボセック使ったんですね。俺ボセック、あのね、なんかね、いたのよ。強レイチームが。あ、なるほどね。当てすぎだろ、初動で。横についてきた。横に降りてきたからね、なんか。白アーマーだったから。あれ、強レイさん誰とだったっけ。パジャパンってプレレタの方っすね。あ、そうだ。あ、そう。ジャパンくんだ。結構マークしてたんすけど。いや、やっぱりカスタム弱えわ俺。、うん、いや、そんなことないっすけどね。うちのチームの相方壁登れてなかったからね。でも本当お疲れ様でした。みんな最高でした。いや、強いや、ありがとう。楽しかったです。今回もまたぜひお願いします。お願いします。J さん、また遊んでくださいね。こちらこそ。お願いします。お願いします。あ、ね、ですか？また J さんがカスタム開いていただいたら。あ、もうぜひ遊び来てください。お邪魔しようかなって。もういくらでも。こんなんでいいのかかますごいけど。もう全然全然そんな。もうみんなオーバーレイかっこいいって言ってたから。いや、ほんとっすか？オーバーレイかっこいいよ、うん、マジで。マジでかっこいい。全員作っちゃいますよ、そんなこといらしたら。チオレイさんとジェイさん作ってるんで、今度ヒゲチさん。アケチ君の最高に来るよ。おぉ、ね。いや、ありがたいっす、ほんとにもう。とりあえず、司さんは DM に写真送ってもらうってことで。かしこまりました。はい。お待ちしております。いや、よかったね、マジで。ゆうたさんもなんか、この写真使ってくださいとかあれば、いただければもう。じゃあうちの犬のうんち送りますよ。なんでやねん。なんではボセックで。いや、ボセックの画像やばいやろ。本当にボセックの画像やな。アイコンボセックはいく。いや、やばいでしょ。全然使わない。ボセックのオーバーレイで。やべえだろ。いらねえ。やべえだろ。作りましたか、ボセックのオーバーレイ。ボセックのオーバーレイで。いや、ちょ、マジでやばいっす。いいじゃん、それ。まだ。ボセックユータって名前にしろ。いや、やばいでしょ。シュンシュンさんみたいになるよ。モセック樋口ユータ。ダサー。名前ちょっと付けてきますね。絶対モセック使わないよ。上の枠にモセックって書いてくるね。あともう一個だけお伺いしとっていいですか。はい、テーマカラー教えていただければ作りやすいんです。つかさだ。テーマカラー。二人とも。俺赤です。あ、樋口さんか、了解です。僕、紫でです。紫ありがとうございます。ありがとうございます。紫、マジで嬉しい。感謝。使い方は J さんから聞いてください。かしこまりました。OK です。お願いします。5000円になります。おい、あけちさんはお金のこと言わんのに、なんであんたがお金のこと言うの。え、じゃあ自分でやって。おこわ。割とめんどくさいですね、あれ。めんどくさかったですね。そうなんだ。絶対にわかんない。え？パッとじゃわかんないです、マジで。絶対にわかんない。しちゃいないと。そう。じゃあ、ジェイ君お願いするわ。うん。オッケー、5000円で。取るんかい。これで許して。あ、つかさそうだな、これ教えてくれたし。よし。お、マジかよ。よし。一人だけ5000円。かわいそう。てか、強れエルデンリングやるんでしょ？
あ、配信できないやつ。そうやる。俺らもやるよ。あれ、ダメなんすかね。え、なんかね、さっき出てたよ。どっちなの結果。配信できるみたいよ。あ、できるんだ。そうなんだ。スパチャがダメなんすか。スパチャがダメだ、確か。あ、なるほど。そうそう。収益関連ダメみたいな。広告はいいって書いてありましたよね。うん。え、あ、そうなんだ。YouTube の独自の広告は OK みたいな。ただスパチャはダメってことか。おー、なるほどね。配信全く禁止ってしたら売れないくないですか。いや、間違いないです。今の時代は。マジでみんなでやろう。やりましょう、マジで。もう予約購入してるからカウントダウンだけど。同じく。クロスプレイなのかな。あー、プレフォートってこと。そう、強力プレフォートだから、プレステだから。さっき、うん、てか、この間調べたときは PS4 と PS5 はできるけど、はい、PC と PS4 とかはできないみたいなこと書いてあった。あ、強力さんって CS なんだ。CS だよ。うん、配信は PC からだと思うんですけどね。あ、でも、間に合いますよ、まだ。PC、間に合うよ、まだ。あ、まだ発売まで間に合うんで。あと2日っすね。えぐだって。強力さん、僕の。僕の大会優勝したらパソコン手に入りますよ。確かに確かに優勝すればあるんじゃないかな。だから一旦10万ぐらいの買って、あ、1ヶ月、ね、1ヶ月半後ぐらい。どっちに白えぐい。羽の無駄すぎるんやな、マジで。確かに。サブ PC に後々買いましょう。その10万の方は配信専用 PC。 やっぱそう、モニターとして、はい、いいな、おしゃれやな、おしゃれ、羨ましい、チオレイさん、すごいな。ツール PC 買ったら教えてね。買う前提なって、教える、買うつもりなのか。買うつもりや、買うつもりや、やる気だぞこの人。じゃあみんなでできるもんな。できる、できる、PC なんでね。エルデンリングには間に合わないわ。W W W W、チオレイさん間に合いますよ、あと2日あるから。確かに、うん、明日買って送ってもらっても明後日来るから、うん、確かにな、うん、確かに。でも持ち帰りだったらその日にも組み立てちゃえば。怖いよこの部屋。よだれ出た。1日23時間44分ですね、あと。なんかエルデンリングってちょっとね出てくるんですよ、リリースまでって。あ、そうなんだ、すごい。スチームのスターボタンもそうだな。でも見る人って楽しめんのかな。いや、どうだろうね。やれば楽しいだろうけど、特に役者のお客さんが僕たち多いから。まあ確かに、確かにな。デイさん最近アルセウスばっかやってる気がするけどな。クリアできないけど気になる人多いみたい。ああ、なるほどね。まあそれこそ敵強いしめちゃくちゃ死にゲーなんで、僕たちが協力してる姿とかは面白いかもしれないですね。もしかしたら。あ、確かに、確かに。エルデンリングやったことないんだよな。ダクソ系はもう、デモンズとかもダクソもやってないですか。ダクソはちょっとやってたっすね。うん、闇霊で入りたい。いや、もうね、侵入したい。めっちゃ闇霊やってた俺。楽しかった、闇霊。死にゲーなんだ。めちゃくちゃ死にゲーっすね。泣いちゃう。めちゃくちゃ。うん。多分普通にワンパンで解けるのはザラなんで。なるほどね。あ、そうなんだ。はい。やば。ゆうた、赤狼もやってないの。赤狼やってない。懐かしいセキロー。ちょっとでも YouTube で見とく。もしかしたらセキローよりエグいからな。初めてやる人だと心折れるかも。じゃあやめようかな。ただユータガチで心折れるよ。うん、あ、そう。で特に昔さ、ダクソとかって、うん、配信サイトとかなかったからさ。はいはいはい。マジで地獄だった。あ、そうなんだ。誰がクリアできんのこんなんってなる。いや、マジ、え、マジそのレベル。いや、そのレベル。本当に本当に、うん、アホちゃんってなる。でも難易度下がってるんでしょ。フロム信用ならないけど。いや確かにそれはそう。絶対難易度下がってる、それは。どうせみんなができるようになってんだよな。あーね、まだディスコみんな集まってるのかな。いや、デモンズに比べたら余裕でしょ。デモンズはね、あ、デプさんの場でいるんだ。逆にデモンズ俺やってなかったからな。お前動画で見たくらい。ダクソが一番でもやってて楽しかったから。ジェイ君とアケツさんも合わなかったな、チーム。
合わなかったね。そうですね、全然合わなかった。ずっとクリマタイザー降りてたよ、俺ら。ああ。そうなんだ。ずっとクリマタイザー。最後の試合も降りてました。最後の試合もクリマタイザー降りて、はい。なんか、後降りみたいになっちゃったから、うん、別れてる一人の方に降りる形になっちゃって、はいはい、戦わないで、やめよう、これ戦うのよ、さすがにって言って、うん、俺ら引いたら、なんか逆に詰めてこられて、秒で死んだの。ああ、じゃあ違うのか。そう、空気読んでくれなかったな。パスレブむずいよな。むずかった、マジで。めちゃくちゃむずいわ。めちゃくちゃむずかったよ。うん、点高いんだよな、パス。いや、そうなんすよね。でも、J さん、普段パスじゃないですか？いや、最近もう僕、ワットソンだから。ワットソン。もうね、体重く感じちゃうんだよな。わかる。マジで重たい。キャラコンやりづらみたいな。うん、変わんないはずなのにな、あんまり。そう。うるそくないんすよね、マジで。いや、さっきなんかデュオだと、うるそく巻く暇もない。ああ、確かに。竹三次ワットソンですよ。え、次ワットソン？来たもう一回だけ。もう一回だけ気になる。ワットと何それ。ゆうたさんの圧すげえ。ワットと何ツイート見てみて。ツイート見てみる。ツイート見てみる。ちょっと待ってよ。レイ。ワットアチ。ワットと。グストイズ。ワットと、これ手誰？クリプト？ぽいな。あ、クリプトか。パクテジュンだ。クリプトか。クリプト。おい。おお。じゃあもう、ユータ、シンちゃんとじゃん。クリワットです。おぉ、ね、いや、すごいね、それ。おっと。フェンス結局破壊されんでしょ。そうそう、思った。そうっすよね。えぐいことになるね。相性最悪だからな。えぐいことになりそう。うん、そう。ストーリー的にはいいかもしれないけど。おもろそうだね、でも。ね、めちゃくちゃリブート飛んでくんでしょ。いや、マジでや。小映えだらけやん、絶対。逃げスキル一切ないからね。やばー、確かに確かに、うん、確かに。でもワットソン入れ意味なくせんすよ、もはや。いやいやいや、なんてこと言うのよ。ワットソン大事だから。ジェイ君ワットソンとして使わないからね。パイロン遮蔽にして使ってるだけだよ。違う違う違う、そうじゃないんだよ。平面でも戦えるって。確かにな、ランパーとリュックネってなりますね、それ。それね、この間言われたんすよ。冷静に考えたらそうだわっつって。いや、確かにそうだわ。この辺にしとこうかな。俺も配信切らなきゃな、そろそろ。うん、うん、よいしょ、よし、じゃあ配信切ってきます。俺も切ってきます。またぜひやりましょう。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。よし、てなわけで、今見てくださってる皆さん、本当に長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。本当にいいね。まあ、ということで、初めてのカスタム、楽しかったです。見てくださった方もね、楽しんでいただけたかなということで、皆さん、あともう本当12時半ということで、遅い時間まで本当にありがとうございます。本当に長い時間ありがとうございました。よし、寝よう。皆さん、お疲れ様でした。また近いうちが、まあ、どっかのタイミングで配信とかできたら、ジェグにせっかくやって、いろいろ教えてもらったんで、できたらしようと思いますので、また見てくださる方はぜひ見てください。みんな、じゃあ。
おやすみー。